次に行しかしこの外国人の人たちはあのー、どこから来ているのかということなんですけれども少しちょっと、あのー、このグラフ円グラフはですね見にくいかと思うんですが、あのー、一番濃いブルーのところは、まあ、中国出身者です。 で中国人というのはですねもともとまあ日本に6割7割外国人労働者の6割7割はですね中国人だったんですがこの割合がですね、えー、近年どんどん減ってきています。で変わってですね増えてきているのがそのアジアの新興国とりわけですねベトナム人ですで。ベトナム人労働者の数というのはですね現在もう40万人を超えている。えー もうこれ中国人とですねほぼ匹敵するようなあの数になっていってます23年うちにはですね中国人も、えー、追い抜いて、えー、ベトナム人が、えー、トップになるんじゃないかというふうに、えー、思いますでまあ,あのついでに申し上げるとこれなぜベトナム人なのかと皆さんあの思われるかと思うんですがあのいくつかの理由があります。えー、まずその それ以外のベトナム以外の例えばフィリピンであったりとか、えー、ネパールであったりとかそういうまあ日本に出稼ぎを送っている国に共通するんですが、まあ、貧しいと貧しいので、えー、国から出出てでですすね、えー、海外にに稼ぎに行く人たちがいいるととうことですでそんな中でもですね、えー、ベトナムにはいくつか特徴があって、えー、ベトナムはまあ社会主義国なので、えー、その世界中どこにでも行けるわけじゃないと。 で受け入れてくれるわけじゃないということでまあ日本ということですね。でもう一つはですね、あのベトナム人はあの対して英語が得意ではありません、えー。例えばそのフィリピン人であればあのだいたい英語はそのできるので、英語ができるとですね、例えばあのアラブのですね、えー、豊かな国であったりとか、また欧米圏であったりとかにも出稼ぎに行きやすいわけですけども。 ベトナム人の場合あまりその英語が得意ではないので、えー、それもあってその行ける国が限られる、まあ、日本以外には台湾だとか韓国だとかその程度になってしまうので、えー、そんな中でもですね特にまあ日本に来る人たちが多いという状況です。であの次にですね、まあ、外国の人たちがその日本に来て働こうとすると、えー、当然まずそのビザが要ります。 でまあ、どういう資格で、えー、来てるのかということなんですがちょっとこれ、まああのー、難しい言葉になってしまうかもしれないんですがその、えー、身分に基づくその在留資格というこれ一番大きなところはですね例えばその、えー、配偶者が日本人であったりとか、えー、というそういうケースですね。で、えー、次のその技能実習っていうのはあのー、今日後ほどまた、えー、お話ししますけども、あのー、まあ 実習制度というです、ね、制度のとに来て、まあ、3年から5年、えー、決められた仕事で、えー、働いて、えー、国に帰って、えー、もらうという制度なんですが技能実習という制度で来ている人たちが、えーまあ、40万人弱、えーまあ、最新の数字ではもう40万人超えてますけども、まあ、ここ弱40万ということですね。 で次のこの視覚外活動というこれちょっと分かりにくい、えー、あの名前になってますけどもここがですねそのほとんどはあの留学生ということです。で留学生は視覚、まあ、外活動という,う、まあ、身分というか、あのーまあ、許可を取ってですね働くんですけども、まあ、週28時間以内までだったらあの働いていいよということで。 まあ、あの資格外活動という資格のもとに、まあ、資格外活動の資格というのもあのちょっと変なんですけども、まあ、資格外活動として働いている留学生が、えー、多いということですであの実習生もですねこの資格外活動をしている留学生もあの、まあ、本来の意味ではですね労働者とは呼べませんただこの労働者と呼べない実習生と留学生がですね、えー、非常に増えている。 結果ですね、えーまあ、一番最初にお見せしたように、えー、外国人労働者も、えー、たくさん増えているという状況です。で、あのーまあ、これ政府の方はですねこの外国人が増えているということに対して、まああのー、この雇用情勢、えーえー、雇用問題はです、ねまあ、厚生労働省の担当なんですけども あのこういういい見解を持っていま,すまあ技能実習生の受け入れが増えているからですよ。でもう一つは政府が高度人材や留学生の受け入れを増やしているからですよ。で3番目にとしては日系人や日本人の配偶者と身分に基づく在留資格の人たちが増えてるんですよということなんですけども。 えー、これがですねまああその <laughs> あの役所言葉というかですね、えー、まあ官僚のお書いたその答弁、えー、答弁というかまああの説明らしい文章なんですけども。 えー、高度人材というんですけどもこれはあの後で、えー、詳しく説明、えー、させていただきますけども、えー、実際には高度人材ではありませんこれ高度人材というとですねなんか、えー、すごくですね、えー、なんかネクタイを締めて優秀なネクタイを締めているから優秀とは言えないと思うんですけども、まあ、とにかく高度な人,人が来ている印象を持つかと思うんですが、えー、決して高度な えー、外国の人たちが増えているわけではありません。えー、でもう一つまあこれ、あのー、おかしいんですよね、えー。留学生の受け入れが増えているから、えー、外国人労働者増えているということで厚労省自体がですね留学生を労働者扱いしているっていうのはこれはもうここからしてそもそもおかしいんですよね。留学生っていうのは当然その勉強が目的で来るはずなのに厚労省は留学生を えー、労働者としてカウントしているということからして何、えー、かおかしいぞということですね。でもう一つこの実習生もですね、えー、これ政府の立場はですね、えー、人手不足とは関係なく受け入れているのが実習生だというこれあの立場なんですね。まあ、そのの細かいい話になりますけれども実習生というのは えー、日本で,です、ね、進んだ技,技術を覚えてです、ね、国に帰って、えー、それを生かしてもらう人たちであると技能移転だとか人材育成っていうのが実習生,実習生の目的だということで労働目的じゃないましてやその人手不足解消の問題じゃないとは関係に受け入れているというのは 政府の見解なのでこれをまた厚労省がですねあの外国人労働者が増えているのは実習生が増えているというのこれ労働者扱いするっていうのはここでもおかしいということです。でですね、えー、まあ実習生と留学生が増えているので、えーまあ、外国人労働者はまあ増えているということだったんで,なんですけども、えー、それだけではその限界だということをさすがにその政府安倍政権も えー、悟ったということであの2018年12月なんですけども入管法を改正してですね新ししい在留資格を、えー、作りましたこれは特定技能という、えー、資格ですでこれもですね皆さんあの特定技能というとですねなんかその特定のですね、えー、すごい技能をなんか技術を持った人が来るようなあのイメージを持ってしまうんですが、えー、これもですね、えー、全くそんなことありません。 あのー、別に技能なくてもですね、えー、来れる資格ですで。だけどもですね、まああのー、後ほど詳しくしゃべりますけどもあのこうやってですねい,いくるめるめんですよね、えー、あの政府は留学生だとか留学,留学だ実習だ高度人材だ特定技能だといってですね、えー、その実態を隠してですね、まあ、とにかく あの外国の人たちを入れようとするともう正直にやればいいのにな,なぜかですねこうやって、えー、なんとなくそれっぽいですね名前を付けてやっていると、えー、いうことです。でまあ,あのここで赤字で書いてますけども一応これはですねあの日本の国として大きな政策転換でしたというのはですね あの単純労働という言葉があるんですけども要はまあ肉体労働ですけどもあの単純の労働を目的にですね、えー、日本という国は外国人が、えー、日本にやってきて働いてもらうっていうのをこう認めてなかったわけです。えー、その代わりにですね、まあ、実習生だとか留学生だとかまたはそのお,おじいちゃんおばあちゃんが日本出身の日系人だとかということで。 まああのー、なんだかんだです、ね、こう言い訳というか、えーまああのー、理屈をつけてですね、えーあのー、日本にですね外国人をその呼んでいたと決してその人手不足は関係ない実習してもらうためですよ留学してもらうためですよおじいちゃんおばあちゃんが日本出身だから来てもらうんですよということで、えーまあ、いろんな言い訳をつけて日本に来てもらってたんですけどもそれだけじゃですねさすがにり、あのー、限界になったということでついにですね えーまあ、単純労働目的に、えー、日本に来るということを認めて新しい資格を作ったとっいうのが、えー、これまあ去年度、えー、19年度から始まった、えー、制度ですただですねこの制度でですね、えー、日本に来ている受け入れられた人たちというのは4,000人弱ということで、まあ、当初の5年間ではですね34万5,000人。 えー、初年度でもですね、まあ5万人近く受け入れようということだったんですが、ほとんどこれあの進んでいません、えー。その理由についてはまたあの後で少し喋しります。で、これがですね、あの特定技能ということで、えー、受け入れの対象となるあの職種です。で、ここを見ていただく通りですね、どんな仕事でもあの特定技能で、えー、来てもらえるということではありません。あの介護だとか、えー、建設だとか。 えー、農業だとか、えー、そういったですね、まあ、人手不足が大変だと言われている、えー、仕事で、まあ、数を区切ってですね来てもらおうということでこれ自体はですね、あのー、いいことだと私は思います。あのー、というのはですね、あのーまあ、日本人のですね、まあ、やっぱり一番大切なのは日本人の雇用を、えー、労働市場雇用環境ですからそれに影響を与えないように、えー、数を 限定してですね区切って、えー、来てもらって次元的に働いてもらうということは、えー、決してその悪い制度ではあのないとは思うんですけどもそれがなぜかですね、えー、全く鳴かず飛ばすというか空振りに終わってるというのが、えー、現状です。